今回の動画は初めての3人によるテーマ別コーデを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ最後まで見てってね。まず一つ目は、本気でおしゃれするのは面倒だけど手抜きとは思われたくない日のコーデです。まずはみこしさんから。おしゃれするのが面倒くさい日のコーデということで、私はスウェットとワンピースのコーデにしました。スウェットとワンピースのセットアップのコーデにしました。もうさ、これセットアップやけん何も考えんでよくて面倒くさくないし、靴はコンバースにして歩きやすいようにしました。次は私のコーデです。こんな感じになりました。このアクセサリーがすごくお気に入りで、ちょっとね一つ加えるだけでなんかアレンジやってる感が出るのでとてもお気に入りです。そしてデニムと白の合わせが個人的に一押しというか、なんかこなれ感みたいなのもある気がしてこれを選んでみました。以上です。ふとねさんはおしゃれするのがめんどくさかったのでワンピースとブーツです。ワンピースってさ、もう1枚着ればコーデとか考える必要ないけん楽やん。でこのワンピースの色味がめっちゃ可愛くて、最近韓国ドラマめっちゃハマって見とるっちゃけど、イテウォンクラスのウスバちゃんが着てそうだなと思って一目惚れして買いました。靴はドクターマーチンのブーツです。これで家を5秒で出れます。次のコーデは、好きな人の近くにいたら嫌な女コーデです。私の彼氏にの周りにいたら嫌な女コーデは、彼氏が宅飲みに行くときにこんな服の女の子がおったら嫌だなって思って考えました。なんかキャミワンピでちょっと大きめのカーディガン着とってからさ、嫌じゃない？なんかこういうさ感じの人が着たら嫌じゃないと思って、このふわふわな淡い色のカーディガンにしました。私のコーディネートはこんな感じになりました。さっき使ってた白のカーディガンを上に合わせて着てみたんですけど、あえて肌見せをさせないみたいな、下は半袖なんですけど手を出せなそうなテーマ細かお嬢さん育ちですみたいなのがテーマです。お願いします。ふとねさんのコーディのポイントはこのリボンのマフラーです。なんか周りとちょっと季節感違うけど、あと中身がこのフレアな感じのワンピースとカーディガンです。このフレアなさスカートみたいなのってめっちゃモテそうな気がするっちゃけど、なので彼氏の周りにはいてほしくありません。このリボンのさマフラーさめっちゃ可愛くない？これこそさ彼氏の周りの女がつけとったら負けた気するっちゃけど、このマフラー買うときめっちゃ迷っとったっちゃけどさ、みこぞとさ店員さんがらダブルでさ、絶対買った方がいいですよとか、今買わないともったいない、あと2点ですって言われて買っちゃいました。でも可愛かったので買って正解です。次は友達とディズニー行くときのコーデです。なんかこの中では一番気合い入れてる感じのコーデです。まずは琴音さんからどうぞ。ディズニーに行く日が一番コーデも全てが気合が入ります。このディッキーズとミスティックがコラボしたジャケットみたいなのが可愛すぎてお気に入りです。でこの白のカバンもチャールズ&キースマコさんから教えてもらったブランドで買ったっちゃけど、超可愛くてお気に入りです。中はシュプリームの T シャツで意味わからん目のロゴがいっぱい入ってて可愛いです。で私はすっごい暑がりで汗かきなので半袖です。でやっぱりショーパン履きたいし、ブーツ履きたいけど歩きにくいのは疲れるやん。けどこのねグレールのねロングブーツ全然疲れもん。みんなロングブーツ迷っとる人は絶対グレールのロングブーツを買ってください。あとこのショーパンもめっちゃ形可愛くて大お気に入りです。ディズニー行きたい。
ともとワンピースを持ってきとったっけど、二人がなんか短パンとかで足出しとるけん、私も足出したく なって急遽コーデを変更しました。この上のカーディガンはまこさんから借りたやつです。やっぱさ、女子はみんな同じようなの着たいやん、ディズニーは特に。だけど合わせました。はい、私のコーディネートこんな感じです。黒と青の組み合わせでコーディネートを組んでみました。このキャセリーニで買ったちっちゃいバッグがお気に入りで、中はスナイデルのパウダーが入っていました。サイズ感がとても可愛いです。全体的にガーリーなんですけど、帽子を合わせてちょっとスポーティーな感じで合わせてみました。結構このバランスがいい感じになって好きなコーディネートになりました。このブルーのトップスがこのブルーのトップスもすごくお気に入りで、襟の付け外しが可能になっています。そしてさらに袖部分も取ることができて、サンウェイタイプのブラウスとなっています。最近買ったばかりなのでまだあると思います。皆さんも見てみてください。私の結ぶ速さ早っ。はい、こんな感じです。全体図です。イエーイ。でこれはね、ジャンボリミッキーをみんなで踊ってます。あー、ディズニー行きたいなーって、ジャンボリミッキーを踊りたい。ということで皆さんありがとうございました。以上がテーマ別によるコーディネート紹介でした。 TikTok も撮ったのでそちらもぜひご覧ください。2人の方のチャンネルでは別企画も撮っているので、それも見てみてね。ここからがおまけ編です。イエイ。グダグダすぎて、もう一回やるよ。どうして、もう一回。あっちなんですね。着替える。